塚本匠美は日本のプロレースラー。長崎県平戸市出身。プロレスリングバッサラ所属。身長172センチメートル、体重91キログラム。小学校6年間で、空手、中、高6年間で柔道を経験し、2009年3月、高校卒業と同時に大日本プロレスに入団。同期の橋本和樹とのエキシビジョンを重ね、 9月21日、札幌定戦ホール大会でデビュー。2012年2月2日の後楽園ホールでオンをジャサルキチガイエスと組んで初のデスマッチに挑戦し、勝利に貢献。その後9月10日の新規バファーストリングで佐々木隆と組んだ観客狂気持ち込み、デスマッチでの大原バラ門兄弟戦で、 自ら蛍光灯を持ち込み、試合後にデスマッチ本格参戦を表明した。そして伊藤隆二と組第2本再キャン、タックリーグ戦に参加することになり、9月25日の後楽園ホールで初戦となるデスマッチで敗れたが、試合後に伊藤がマイクアピールで、第2本の未来はここにあると塚本むとを指さす。その後リーグ戦を参照して、 決勝トーナメントに進出するも優勝決定戦へは進めなかった。しかし同じ伊藤隆二と組んでいた第二次 X-2 では優勝し、これらデスマッチストロング量戦線での活躍により、日本インディー大賞のニューカマー賞を獲得した。2013年5月にはレイヨンゴジャサルキチガイ、S からの呼びかけに応え、B、ホルトラスジャンキー S の結成に加わっている。 2013年末から木高勇と構想になり、2014年1月2日の後楽園ホール大会では木高の持つ BJW 認定デスマッチヘビー級王座に初挑戦するも敗れた。2014年5月5日付で大日本プロレスを退団。翌日の会見で実家の方の生活というか、 将来面を見たところプロレスだけで仕事をしていくのは苦しいとなりましたなどと語った。5月から6月前半まではもう一つの仕事が安定するまでと参戦を見送り、6月15日、フリー転校後初めて第日本プロレスに参戦した。その後も後楽園、ホール大会などの前座に出場。6月29日、フリー5発の他団体参戦でプロレスリングアライブ。 夢の島大会に参戦。3年前に一度足利大会に参戦を果たしている。7月20日、ガッツワールドプロレスリング、新宿大会に参戦。7月24日、バッファローと組、プロレスリングフリーダムズに参戦。火災準デスマッチトーナメントにも参戦した。9月15日、シアタープロレス課長風月に参戦後休養を取ることが決定。原因は、 頚椎ヘルニア等の症状の悪化、首の神経圧迫による諸症状。11月に復帰し、その後も以前とは参戦する回数は少ないものの、デスマッチも行う。2015年はデスマッチによる一期当選に参戦し、その後第日本プロレスではレギュラーとして定期参戦している。2015年12月23日、プロレスリングバッサラへの入団が発表された。 2020年11月14日、安倍文天を破り、ユニオンマックス王座を退官。2021年1月2日、大日本プロレス後楽園ホール大会にて、藤田実を破り、BJW 認定デスマッチヘビー級王座を退官、二冠王に。ありがとうございます。